魔王オロチとの戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如八種の大蛇にも似たそれは城を襲い町を食らった。この危機に生き残った人間は国を越えて結束する。この絶望的な状況を覆すため、残され生き残った最後の英傑バチ、城を丸呑みするような化け物相手に勝てる可能性は低いけど、仕方これが希望を見失うな。ああ、やるしかないんだ。魔王騎の戦、見るがいい。信じ力を尽くすのみ。一か八か幼者を狙う無の悪い賭けみたいなもんだな。仕方ないよ、今回は相手の悪さだ。幼者はこの門の向こうか。あれ、よし、このまま幼者の元まで駆け抜ける。崖を飛び降り、幼者に迫るのだ。目の覚める戦ぶり、見事。火の海では近づくことすらできん。なら近づかずに攻撃するしかないのに。敵の土砲を借りようよ。北にも土砲があるみたいだな。せめてみるか。なんだあれは。したことが私としたことが人間どもめ、諦めて滅びてしまえ。ここは我らが食い止めます。何としても容赦を倒してください。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。
ん。この命は多くの同胞が与えてくれたもの。俺は絶対に諦めん。このままでは。などなかったのだ。退却せよ。一殺無縁らせ。これ以上粘っても被害が増すだけだ。この機会を信じるしかない。全員逃げろ。撤退だ。
せいぜいあがくがいい。液晶撃ち取ったぜ。よし、ここを抜ければ。面白そうなことしてるよね。ここで終わりだってのか。あら、もう寝ちゃうの。もっと楽しませてよ。こちらへ。皆様、ご無事でようございました。何者だ、妖魔の類か。私はかぐやと申します。戦艦より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。もうあんな化け蛇が出てくるんだ。今さら千人くらいで驚かないが。俺たちを助け、さようにかの幼者、過去へ渡り、蔓延を尽くしても。俺たちのバカな幼者に、俺たちが時間を戻ったんだ。本当に幼者出現の後、この地へ至る前のその途上医療、俺は承知いたしました。ではこう